先生。お先生、礼拝始まるよ。お先生、どこ？先生よ。礼拝始まるよ。始まるよ。ハレリア、一週間お元気でした。今日もみんな立ち上がって神様を喜び賛美しましょう。賛美しましょう。
我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アメン。お祈りします。神様、感謝します。今日も動画を通して礼拝を捧げることができることを感謝いたします。離れていても共に礼拝を捧げられる仲間がいることに感謝いたします。まだ日本ではコロナウイルスの影響が大きく出ています。神様、自粛によって苦しい時期が続いていますが、それぞれの祈りによって明るい未来が訪れる時が来ますように。今週1週間も一人一人が今私たちにできることを考えて、一つでもその行動ができますように聖霊様働いてください。そして子どもたち一人一人が健康に過ごしていけますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。じゃあ今日共に分かち合う御言葉はマタイの福音書7章24節から27節の御言葉です。マタイの福音書7章24節から27節です。皆さん開けましたか？読みます。だから私のこれからの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。皆さんハレルヤ。一週間お元気でしたか？今日もこのように動画を通して皆さんと礼拝することができるので感謝いたします。皆さんこの時間も共に御言葉に集中して礼拝していきましょう。じゃあ今日の御言葉ですけど、先ほどみゆき先生が読んでくださったマタイの福音書7章24節から27節の御言葉で、見えますか？あなたの下には、あなたの下には何がある、あなたの下には何があるという題目で皆様に、御言葉を分かち合いたいと思います。皆さん前覚えてますか？コロナの前にこう礼拝していた時なんですけど、分給の時間に皆さんにこう一個ビデオを見せたと思うんですよ。でビデオを見た後にこう先生が問題出してクイズ答えたっていう、そういう遊びをしたと思うんですけど、その時のビデオの内容っていうのがマタイの福音書の内容でした。でそこを覚えている人は覚えていると思うんですけど、マタイの福音書の5章から7章には何が書かれているかというと、山上の説教って言って山の上の説教、イエス様が当時こう山の上に登って多くの人たちを連れて登って、その時に多くの人の前に説教をしたことが書かれているんですね。で今日の内容というのがその内容なんですけど、その最後にイエス様は家を建てる人についての話をしたんですね。それが先ほど美幸先生が読んでいただいた御言葉なんです。何が書かれていたでしょうか？家を建てる人、2つのパターンがありました。一つは岩の上に家を建てた人です。絵汚いのはちょっと我慢してください。これが家ですね、家で、一つは岩の上に家を建てた人です。でもう一つのパターンが
もう一つのパターンが砂の上に家を建てた人です。皆さんじゃあよく考えてみましょう。岩の上に建てられた家、これなんてこのイエス様はおっしゃったでしょうか。聖書にはこのように書かれています。賢い人は岩の上に家を建てるんだ。でその後に雨とかもう洪水とか風がいっぱいこの家に吹いてきたけど、この家は最後結局倒れなかったんだ。そのようにかかっていますね。じゃあ逆に反対に砂の上に建てられた家はどうだったんでしょうか。これはあの愚かな人がもうバカな人が建てた。で結局最後この家はどうなったのか。この家にも雨や風、ね、洪水がやってきたんだけど、この家は最後ひどい倒れ方をした。そのように聖書には書かれていました。皆さんならよく考えてください。皆さんがもし自分で家を作って建ててで住むなら、皆さんどっちにこう住みたいでしょうか。まあおそらく絶対 100% みんなこっちの岩の上に建てられた家に住みたいと思うはずですよ。だってこっちはもう倒れてしまうから、ね、もう弱い家だから、絶対住むなら絶対こっちの方がいいじゃないですか、ね、こっちは倒れない家だから、ね、じゃあ皆さん今日の御言葉でイエス様はどんな人が岩の上に自分の家を建てる人だってそのように言ったんでしょうか。皆さん今聖書持ってますね。聖書を共に読んでみましょう。今日の御言葉の24節お読みいたしましょう。読みますね。24節です。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。皆さん聖書はこのように言ってるんですよ。岩の上に自分の家を建てる人っていうのは御言葉を聞いて行う人です。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てる、そのように聖書は語っているんです。だからこの岩の上に建てる人っていうのは御言葉を聞いて行う人がこの岩の方なんですね。じゃあその反対で砂の人については一体どう語っているんでしょうか。それが26節に書いています。じゃあ26節を共に読んでみましょう。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。聖書はこのように語っていますね。御言葉を聞いてもそれを行わないならそれは砂の上に家を建てた人なんだ、愚かな人なんだ、そのように語っているんです。皆さんこの2人の違い何でしょうか。岩の上に建てる人、砂の上に建てる人、違いは何でしょうか。2人とも皆さん神様の言葉を聞いているんですよ。聞いているんだけど、2人の違いは御言葉を聞いた後こっちは行う人、御言葉を聞いて行う人、でもこっちは御言葉を聞いてもそれを行わない人、そのようにこの聖書は語っているんです。だから神様の御言葉を聞いて行う人っていうのはそれはつまりもうこっちなんですね。だから結局それは最後倒れないんですよ。御言葉を聞いて私たちが行う、それはまさに岩の上に自分を立て上げるのと一緒なんだ。でその人は結局最後は倒れないんだ、そのように聖書は語っているんです。皆さん今日の本文をよく思い出してください。想像してください。この2つの家にはそれぞれ雨が降りましたね。で洪水がやってきました。で強い風が吹いてきました。でそのような倒れる要素がたくさんあったんですよ。で倒れてもおかしくない要素がたくさんあったんですよ。でも結局こっちは最後倒れてしまいましたね。ね、それと同じように皆さん私たちもやっぱりこう学校とかで生活していたら、私もそうですけど、何かこう倒れてしまいそうになることやっぱりたくさんあるんですよ。皆さんもそうじゃないですか。例えば私が小学生の時ですけど、私は小学生の時にこうすごい友達関係ですごい悩んだことがもう1年生から6年生までもうずっとありました、ね、やっぱり皆さんの学校にもあると思うんだけど、小学生でなんかこうグループってあるじゃないですか、ね、で私の時もグループたくさんありました。でも私はやっぱりその1個のグループにで仲良くするとかよりもやっぱりみんなと仲良くしたかったっていうか、もうみんなからなんかこうね、いい関係、みんなといい関係でいたい、みんなからこうチヤホヤされたい、人気者になりたいみたいなことがあって、まあいろんなグループとこう仲良く遊んでたんですけど、やっぱりそういう風にしてみると、なんていうんですか、普段仲いいグループがあって急に
もう僕が違うグループに行ったら、もうこっちのグループの人はやっぱり変に思うんですよ。なんでお前 あいつらと遊んでるんだみたいな風になるんですよ。で結局それでもうあまりうまくいかなかったってことがたくさんあったんですね。でそれが原因で私のことよく思わない人もたくさんいました。で結局なんかこう筆箱を隠されたこともありましたし、なんかもう友達から無視されたこともあったんですよ。でもう学校に行きたくないっていう時が結構ありました。ね、それでもうそのことでも友達のことについて悩んで、結局それで倒れてしまって、もう陰で泣いてしまうみたいな、そういうこともありました。皆さん倒れてしまったら、皆さん倒れたことありますか？倒れたらやっぱりこう自分の心って傷ついてしまうんですよ。皆さん体の傷って治るじゃないですか。時間が経てばかさぶたになって治るじゃないですか。でも皆さん心の傷っていうのは皆さんも知らないうちに傷ついていたりすることがあって、でそれって体の傷みたいに時間が経っても治らないことっていうのが多いんですよ。だから今大人でもたくさんいますね。やっぱり子供の時に何かこう何かが原因で傷がついてしまって、それが治らずに大人になってしまって、それによってこう苦しめられているみたいな人もたくさんいますね。だから皆さん、私たちが何かによってこう倒れてしまうんだったら、やっぱりそれで苦しんでしまうんですよ、ね。もちろん人間って弱いから倒れてしまうこと、何か問題があって倒れてしまうことあります。でもやっぱりそんなことがあっても、倒れそうになっても倒れずに立ち上がって、もう倒れずにいる方がやっぱりずっといいんですよ。じゃあ皆さん、倒れないために私たちはどうしたらいいんでしょうか？それが今日の御言葉で語っていることなんですよ。私たちが倒れないためには、私たちの中に、私たちの下に、私たちの土台に岩が必要なんですよ。皆さん、この砂ってめちゃくちゃ弱いですよね。もう水とか、ね、来たらもうすごい流されてしまうし、すぐにべちゃべちゃになるじゃないですか。砂ってすごい弱いんですよ。でも砂って弱いんだけど、皆さん岩ってどうでしょうか？岩っていうのは簡単に揺れ動くことがないですよね。重さがありますね。硬いですね。簡単に壊すことができません。ね、殴っても岩ってあんまり簡単に壊れないですよ。割れないですよ。皆さん、その岩が私たちの下にないといけないんですよ。じゃあこの聖書が語っている岩って何のことなんでしょう？具体的に何を言ってるんでしょうか？それが神様の御言葉なんです。つまり神様の御言葉をこう自分の下に置いて、それを基準にして、それを土台にして生きている人っていうのはやっぱり倒れないんですよ。皆さん、生活の中で何かをするときに、やっぱり常にこの神様の御言葉を基準にしている人、神様の御言葉が自分の中に、自分の下にある人っていうのは、それは倒れないんです。その人が、そういう人が御言葉を聞いて行う人なんです。皆さん、私たちは御言葉を自分の下に置いて、私もそうですけど、自分の下に置いてこの世界を歩んでいきましょう。だから皆さん、私たちっていうのはいつもその御言葉を下に置いて歩くために、その御言葉を基準にして歩くために、イエス様から目を離しちゃいけないんです。皆さん、イエス様は2000年前にこの地に来られました。皆さん、イエス様を思い出してください。イエス様は何のためにこの地に来られたんでしょうか？そしてイエス様は一体どのようにしてこの地で生きたんでしょうか？皆さん、イエス様は例えばというか、めちゃくちゃ攻撃を受けましたよね。でも攻撃を受けても、皆さん、イエス様はその相手に、やられた相手に仕返ししたんでしょうか？イエス様は仕返ししなかったですね。イエス様は自分の敵もイエス様を愛しました。御言葉に従って歩いていたんですよ。でイエス様は何か困っている人がいたら助けてあげました。それも御言葉に従っています。でこう何か物が足りない人がいたら、その人に物を分かち合ってあげた、ね、イエス様は皆さんちゃんと御言葉に従って歩いていたんです。究極的には私たちのために、私たちを愛する上にイエス様って十字架にかかってくださったんです。それもイエス様は、神様がおっしゃったことだから、それに従ってイエス様は歩いたんですよ。だから皆さん、私たちはイエス・キリストを見上げなければいけません。私たちはこう自分自身の力で御言葉に従って生きようってこう決心する時があるんですけど、でもやっぱりそういう時ってなかなかうまくできないんですよ。だから皆さん、私たちはこの地に来られて御言葉に従って生きたイエス様を見上げていけないといけないんです。イエス様を見上げて生きる時に、イエス様を信じて生きる時に、私たちもそのイエス様と同じように生きることができるんです。その時にもう自分の力じゃできないけど、イエス様が
聖霊様が私たちを助けてくれるんです。だから皆さん、私たちっていうのは心からイエス・キリストを知らなければいけないんです。私たちが心からイエス様を知ったときに、イエス様を信じたときに、私たちは御言葉を自分の舌に置いて、この地を、この世界を歩いて生きていくことができるんです。今日この映像を見ている皆さんが、そして私がいつもイエス様のこの御言葉を自分の下に御言葉を置いて、そしてイエス様を信じて歩く皆様一人一人でありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではお祈りいたします。愛と恵み豊かな天の父なる神様、あなたの皆をあがめて感謝いたします。今日も神様、このような形で礼拝を捧げることができたことを天のお父様感謝いたします。神様、私たちは学校で生活しているときに、たくさんのこう私たちを倒れさすようなものがあります。風が吹くこともあるし、雨が降ること、洪水に遭うこと、そのような苦しみに遭うことがあります。でも神様、私たちはそのような時であっても倒れないように、イエス様どうか助けてください。そのために私たちはいつもイエス様、あなたの御言葉を自分の中に、その御言葉を土台にして、御言葉を自分の下に置いて生きるように、どうか助け導いてください。そしてイエス様、あなたがこの地で、この地に来られて、御言葉に従って生きたように、私たちもイエス様、あなたのように生きることができるように、どうか助け導いてください。すべての恵みに感謝して、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。教会からのお知らせです。今後もコロナウイルスの影響で礼拝ができなくなってしまってます。なのでこうした動画を通してやっていくので、みんな時間があるときにぜひぜひ礼拝を捧げましょう。そして手洗いうがいきちんとしてください。じゃあやっぱコロナの影響でみんなできることが少なくて、学校とかも行けないけど、しっかり勉強して家でできることをお手伝いなどしていきましょう。しっかり自粛を守ってください。こんな時期でも公園で遊んでるその子もおると思います。その最近気温が暑くなってきたので、ちゃんとその体調の管理とかちゃんとしてください。はい、風邪には気をつけましょう。気をつけましょう。はい、それでは主の祈りで礼拝を終わります。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国は来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは今週1週間も勝利していきましょう。イエイイエイイエイ